東日本大震災から1年を迎えるのを前に、自民党の谷垣総裁が被災地で被災者らと直接対話をしています。谷垣総裁は解散解散政策ありきじゃないかと、国民のことを考えてやってんの。我々も進めるべきものがやたらの対立意識の中で運算無償しないようにですね、注意をして進めたいと思います。福島第一原発の事故で避難を余儀なくされている被災者らと直接対話に臨んだ谷垣氏ですが、一向に進まない対策に苛立ちを見せる被災者からは、自民党の対応にも注文をつけられていました。